まずはベルマークについて知っていることを街の人に聞いてみました。なんかマヨネーズとかについてて、なんか小学校とか保育所とかの時に持ってったりとかして。ベルマーク集めたら何になるか分かんないです。何のマークですかこれ。ベルマーク なんか何やったっけ。ベルマーク集めて、集めようってな人だよね。出せば何かになる。なんかたまに聞きますけどね、昔ほどあんまりなんか聞かなくなりましたけどね。なんか学校の滑り台になるとかね、なんかそんなの聞いたような覚えはありますね。なるほど、なるほど。集めてますね。集めてます、はい、集めてます。どうですか実際これ集めるのは。いや結構大変ですね、なかなか。 Do you know this mark? No. It's Christmas. No Christmas. 知っているようで知らないベルマークを徹底調査。せーの、これドーナットです。集めると何かいいことがありそうなベルマーク、あまり詳しくは知られていないその仕組みを担当直入に聞いてみましょう。山崎さん、これどうなっとるん。率直な疑問なんですけど、ベルマークを集めるとどうなるんでしょうか。で、1点1円という金額でですね、お金としてまあ、学校にまあ、帰ってくるという形になってます。年間どれくらいのベルマークが集まるんでしょうか。公表しているのは約3億点、だから1点1円だから3億円ですね。小さな善意がこういう大きい支援につながっているというのがベルマーク運動になってます。疑問というか気になることとかってなんかないです。なんでそれがお金に変わるかみたいなこと、うん、どっからお金出るの。いい質問。どうして1点を1円に変えられるんですかっていう。協賛企業っていうのがありまして、はい、そこがまあベルマーク発行してますよね、はい。でそこで1点1円で市場調査費っていう形でですね、つまり、まあ、どのくらいベルマークのついた商品が、はい、まあ、買われたのかっていうのを協賛会社からするとそれを、まあ、調査する目的も含まれているということなので、市場調査費っていう名目で1点が1円として、はい、まあ、換金って言いますか、はい、お金として、まあ、受け取っているというところなんですよ。なるほど、なるほど。1点を1円に交換できるのは協賛会社が1点につき 1.375 円を市場調査費として財団に支払っているから、こういう仕組みになっていたんですね。協賛会社の存在大きいかなと思うんですけども、協賛会社って愛媛にもあるんですかね。そうですね、丸友さんっていう鰹節の、はいはい、会社さんが、はい、協賛会社になっていただいてます。あ、そうなんですね、はい。ということで愛媛で協賛会社となっている丸友を直撃しました。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。お世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。丸友さんの商品にベルマークがついてるって伺ってきたんですけど、はいはいはい、ありがとうございます。どちらなんですか。こちらの食べるに帽子という商品の、はい、こちらについております。あ、本当だ、ついてますよベルマーク。丸友では食育活動と社会貢献のために1973年からベルマークをつけた商品を販売。現在はこちらの4商品にベルマークがついているそうです。いろんな商品についている中で、はいはい、消費者の方の反応みたいなっていかがですか。はい、そうですね、私もPTA でベルマーク活動をしてるんですけれども、はい、丸友さんの商品についているから買ったよとか、あと弊社は食育活動にも注力しておりまして、はい、全国に足を運んでいるんですけれども、そちらで小学生の皆さんや中学生の方からもベルマークの会社だっていうようなお声は聞いております。未来の子どもたちにっていうところで、バトンがつながるような、はい、思いでやっております。はい、さらに街ではこんな声も。え、何になる。何になったら嬉しい。あ、なんか何になったら嬉しい。なんか作ってくれられない。作ってくれる。愛媛にないものを作って。愛媛にないもの。赤赤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 赤
になっているとかっていうのがよく分かってないというか。ちなみにどんなものを購入できるんですか？基本的にあの教育環境の充実に役立つもので、それでまあ協力会社さんが取り扱っている商品であれば、もう基本的には何でも買えるというふうにあの思っていただいていいと思います。実際にベルマークがどんな商品に変わったのか調査するため、昨年度県内の小学校で一番ベルマークを集めた松山市立小関小学校へ。ベルマークは主に各学校の PTA が集めているということで、こちら松山市立小関小学校の PTA 事務局にやってきました。一体どんな活動をしているんでしょうか。失礼します。はい、あ、こんにちは。こんにちは。小関小学校ではベルマークかなり力入れてるっていうふうに聞いてるんですけど、はい、そうなんですか？そうですね、あの、毎月1回なんですけども、子どもたちにですね、ベルマークの回収袋というものを、はい、持って帰ってもらってますね。でベルマークの方を回収させていただくという活動をしております。はい、どれくらい集まったんですか？はい、昨年度なんですけども、はい、ベルマーク1点月1円で、はい、ですね、114,777円集まっております。11万、はい、ということは11万円分買えたってことですか？はい、そうですね、はい、すごい。まあ、あの1点とかっていうのをコツ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 集めて、はい、集まるもんですね。昼休みに子どもたちが遊んでいる柔らかいフリスビー版のドッジボール、ドッジビーや、おなじみの黒板消しクリーナーなど、学校生活に欠かせないものをベルマーク預金で購入したそうです。子どもの頃、まあ、あったなと、集めたなっていう感覚はあったんですけど、まあ、これ実際にこうやってなんか役に立つものに変わったっていうのを見ると、あ、集め買いがあるなという感じがしますね。さらにこのベルマーク、実は集めた学校以外にもいいことがあったんです。まあ、ベルマークを集めると、その自分たちの学校の備品とか教材を買えるんですけれども、うん、買った金額の 10% があの僻地とかですね、あの被災地とか、あるいは海外とか特別支援学校とか、そういったところの支援につながるという。こちら新居浜市の山間部別紙山地区にある別紙中学校も昨年度寄贈を受けました。3学年合同の授業で使われているこのホワイトボードや、教室の地球儀、さらにこの高価な望遠鏡などもベルマーク教育助成財団から贈られたものなんです。ありがたいなと思ってます。まあ、このクラスにホワイトボードとか CD プレイヤーとかが来た時に、なんかより授業が楽しみになったからです。自分が社会を助けたいとか、そういう思いも生まれると思いますし、いろんなメリットがあるんじゃないかなと思います。あの、自分たちの買いたいもののために買うんだけれども、プラスして全国のお友達、特にこう厳しい環境に置かれている学校の子どもたちの支援につながるっていうですね、そういう運動なんだっていうのを、まあ、もっとあの広く皆さんに知ってもらいたいなというふうに思ってます。